井のヶ岳から南に、津賀海新道を望む。後方は、黒富山、五輪山、長津賀山、朝日岳などの山寮。後方右の最も高く見える峰が、朝日岳。点検トンネル東口付近から、吹上上げの頃まで、津賀海新道は、新潟県糸井川塩谷淵付近から、新潟県と山県境に沿って、両線をたどり、朝日岳に至る登山道。上部には、 米津賀の林が続くため、津賀の林と海を結ぶ道とのとの意味で、本堂を開いた、小野県により名付けられた。北アルプス最北部に位置すると残道。海岸付近から登り始めると、全長約2 7トルの標高差が2 0 0 0ルを超える。所要時間の目安は、登りで約18時間、下りでも約15時間という見客向けの登山道。 北アルプスは、キャンプ指定違いでのテント設営は禁止。また、避難用産業屋は、性格上、緊急時以外は当てにすべき施設ではないことから、踏破する場合は、ルート上にある津が、宮間荘への宿泊が必須となる。道はひたすら尾根を忠実にたどって開かれており、頂上を避ける巻き道や斜面を蛇行する道は、ほとんどない。そのため、 登山口から朝日だけまでの標高差は2400メートル程度だが、途中の上り降りを加えたコース全体の累積標高差は4000メートル近くなる。海岸線側から踏破する場合は、国道8号点検トンネル東口付近が登山口になるが、途中、北陸街道急道の坂田峠から登り始めることもできる。坂田峠へのアクセスは、 富山県側のタクシー会社に予約をすれば、時間制運賃で対応可能となっている。電気化学工業の技術者で、黒姫さんの工場に赴任した、小野県が山々を眺めるうち登山道づくりを志した。部下を誘って、沢谷山学会を立ち上げ、町内にかかる犬ヶ岳までという振り込みで1968年から、道づくりを始めた。朝日岳が、 最終目標であると明かしたのは、井のヶ岳山頂に達した時だった。手作業で矢部を切り開く重労働に加え、富山県側の営林所から国有林討伐の疑いで摘発されたり、九州の許認可を得るため、奔走したりと苦労しながら、1971年夏に全線が開通した。その後、登山者の分散を危惧する富山県朝日町議会が二度に渡り、 廃道を決議したこともあった。現在は三つの山岳団体が道の補修や草刈りを分担している。ありがとうございます。